突然ですが、皆さん、プリンプリン物語って知ってますか？30年ほど前、子供たちに人気だった人形劇だ。内容はうろ覚えだが、プリンプリンという女の子を中心にして、仲間と旅をする物語。いろんな国を回って、いろんな人が出てくるのだが、その中でも強烈なキャラクター、ルチ将軍という人物がいた。ルチ将軍はスキンヘッドで、後頭部が異常に発達していて、知能指数が1300という脅威の軍人である。その頃小学生だった僕のクラスに、後頭部が出っ張っている奴がいて、当然のようにあだ名はルチ将軍だった。ルチは明るく人気者で、そのあだ名を最初は嫌がっていたけど、そのうち開き直り、授業中先生に褒められると、そりゃあ先生、知能指数は1300だから、とみんなの笑いを誘っていた。そんなルチだったが、ある時からなぜかクラスの女子から嫌われ始めた。理由は覚えてないが、一部の女子から嫌われ始め、しまいにはクラスの女子全員から嫌われるようになったのだ。男子はそんなこともなく、一緒に遊んだりしていた。いじめというのは、今も昔も変わらず残酷なもので、昼休み、僕と A とルチの三人で遊んでいると、クラスの女子がやってきた。その女子は、うちから持ってきたんだけど、これあげる、と飴をくれました。本当？サンキュー、ありがとう、と僕と A が受け取り、僕が、ルチの分は？と聞くと、その子は、二つしかないんだよね、とニヤニヤ笑っている。A が、ルチ、俺の分やるよ、と渡すと、女子は怒ったように、あんたにあげたんだよ、他の人にあげるなら返して、と突っかかってきた。あからさまな態度に頭にきて、僕が飴を返そうとすると、ルチは笑いながら、お前らもらっとけよ。俺は歯が痛いからいいんだ、と言いました。俺ちょっと保健室行ってくる、とルチは教室から出て行ったのです。A がルチを追いかけて行きましたが、僕はその女の子に、なんであんなことするんだよ、ルチがかわいそうだろ、と言うと、その子は意外なことを言いました。だって、ルチって気持ち悪いんだもん。学校帰り、人形とお医者さんごっこしてるの見たって、みんな言ってるよ。お医者さんごっこぐらいなんだよ。で、人形と？そうだよ、嬉しそうに。変態じゃないの？あんたらもルチと遊んでると仲間外れになるよ。そう言ってその子はいなくなった。まさか。そう思いながらも、確かにルチとは学校内ではよく遊ぶが、外ではあまり遊んだ記憶がない。放課後、あの子の話が気になった僕は、ルチの後をつけることにした。ルチに見つからないように距離を取りながら、気分は探偵だった。それにしてもルチの家ってこっちだっけ？しばらくすると、ルチは道路脇の土管を覗き込んで人形を取り出した。ずいぶん大きな人形だった。ルチはそれを手に取ると、柵を乗り越えて原っぱへ出た。そこは草刈りをしていないようで、僕の胸ぐらいまで草が生えていた。
身をかがめ、草をかき分けながら前へ進むと、ルチの笑い声が聞こえてきた。気づかれないようにそっと近づいていく。見えない。もう少し近くに、と思っていると、お約束のように落ちていた小枝を踏んで、ルチに見つかってしまった。タケル、俺の後ついてきたのか？ルチにそう言われて、ついてきたっていうか、と笑ってごまかそうとしたが、ルチが手にしているものを見て固まってしまった。汚い裸の人形で、なんというか薄気味悪い。大きさは60センチぐらいはある女の子の人形。目は白目で口角が上がっていた。ルチ、ルチこそこんなとこで何してんだ？と尋ねると、ルチは恥ずかしそうに、お医者さんごっこ、と言った。お医者さんごっこって人形と？何？今なんて言った？ミキちゃんは人形じゃない。生きてるんだ。あまりのルチの勢いに僕は驚いた。ルチの様子が尋常じゃなかったので、怖くなった僕はルチに合わせた。ごめんごめん。僕の見間違いだった。それミキちゃんって言うんだ。いつも一緒に遊んでるのか？ああ。かわいいんだぜ。もしかしてタケルも一緒に遊びたいのか？遊びたいんだろ？ミキちゃん、タケルも一緒にいいかな？うつろなルチの目に寒気がした。大変なことになった。尾行なんてするんじゃなかった。こんな時、A がいてくれたら。と思っていると雨が降ってきた。チャンス、これで帰れる。だがルチは、このままじゃ濡れちゃうな。そうだ、ミキちゃんの家に行こう。と、右手にミキちゃんを持って、左手に僕の手を握って走り出した。帰りたかったが、ルチの力は半端ではなく、振りほどくことができなかった。連れて行かれたのは、野草園という施設の裏にある廃屋の一軒家、通称悪霊の館、学校で噂の心霊スポットだった。一家惨殺されたとか、呪いの鏡があるとか、曰く付きの場所だ。ルチ、遅くなったら怒られるから僕帰るよ。そう叫んでも、ルチは何かブツブツ言って聞いていないようだ。ルチは入り口の扉を開けて僕を引っ張り中へ入った。中は窓からの光が差し込んでいるが薄暗く蜘蛛の巣だらけだった。なあ、もういいだろ、帰ろうよ。ルチは相変わらずブツブツとつぶやくだけ。怖いのと、言うことを聞いてくれないルチに腹を立てた僕は、いい加減にしろ！と、ルチの頭を叩いた。するとルチは、僕の方を向いて、ケラケラと笑い出し、ミキちゃんのお母さんだ！と叫んだ。背後から、冷たい空気が触れるのを感じた。汗のせいか、張り付いた T シャツがひどく冷たかった。振り向くことができず震えていると、ものすごく強い力で肩をつかまれた。やめて。無理やり後ろを向かされる。そして見てしまった。ボサボサの髪をした女。獣のように吊り上がった。赤く光る目。それは女とは思えないような低い声で言った。返せ。
返せ、人形、返せ。人形？それは、ミキちゃんのことだろうか。ルチ、その人形、人形を離せ、早く！女から目をそらし、上ずった情けない声で叫ぶ。すると突然、バタンと大きな物音がした。ルチ？おい、どうしたんだよ？いつの間にか体は軽くなっていた。ルチの方を振り向くと、そこに女と人形の姿はなかった。ルチが床に倒れているだけだ。ルチ、起きろ、ルチ！気を失ったルチを何度もビンタすると目を覚ました。大丈夫か、ルチ。こんなとこさっさと出よう。あれ、タケル？俺、なんでこんなとこいんの？いいから早く。ルチの手を引っ張り、慌てて外へ飛び出すと、雨は上がっていた。ルチに聞くと、今までのことは記憶にないようだった。僕が今あったことを話すと、ルチはうつむいて。俺さ、女子に無視されてただろ？だから、噂になってるこの家に一人で来たら、見直されると思って。だけど、目の前まで来たら、怖くなって引き返そうとしたんだ。そしたら外に人形が落ちてた。拾ってみたら、急に涙が流れてきて、人形がかわいそうに思えた。それがミキちゃんか。僕がそう聞くと、ルチは不思議そうに、ミキちゃん？と聞き返した。どうやら名前をつけた覚えはないようだ。こんな大きな人形だし、家にも持って帰れないから隠してたんだ。学校から帰る途中で毎日寄ってたんだけど、不思議とその間の記憶がないんだよな。気持ち悪くなって行くのやめようって思っても、自然と人形のとこに行っちゃうんだ。そう話すルチの顔は青ざめていた。人形は廃屋にいた女が大事にしていたものなんだろうか。真相はわからないが、振り向くと廃屋の窓辺に立つ女と、女に抱かれた小さな女の子がこちらを見つめていた。僕が小学生の頃の話。山に囲まれた閉鎖的な田舎町。家の近くには川と、それに合流する支流の川があり、よく河原で遊んでいた。釣りをしたり、うなぎの仕掛けをしたり、水遊びや石投げとか、一人でも飽きることなく遊んでいた。夏休みのある日、数日前雨が降り、増水していた川もいつも通りになった頃、一人で河原に面白そうな漂流物でも流れてきていないかと遊びに出かけた。漂流してきた木やなんだか変なゴミとかでも興味津々で見つけては手に取り、ポイして次を探した。その時、ソフトボールぐらいの大きさの平べったい石を見つけた。何気なく手に取ろうとした時、アキラーと耳をつんざくほど大きな祖母の声がした。アキラというのは僕の名前だった。
一瞬ビクッとして振り返ったけど、祖母はいない。周りを見渡しても姿は見えない。確か祖母は家にいたはず。家から河原までは小学5年生の足で10分ぐらいの場所。家から怒鳴っても聞こえるはずがないし、耳をつんざくぐらいの声だから近くにいるはずなのに姿はない。やぶに隠れているのかと探したりしたが、いない。おばあちゃーん!と叫んだけど、返事もない。気のせいだったのか?夕立の雷の音を聞き間違えたのか?と思いながら、また遊び始めようとして、さっきの石を探した。その石はすぐ見つかった。そんなに特徴があるわけでもないのに、なぜかその石だけ目立っていて、スポットライトを浴びているような感じで、周りから浮いていた。で、その石を拾おうと手を伸ばしかけたとき、アキラーと、また祖母の大きな声がした。振り向いたら、まだ距離はありそうなところに、祖母がこちらに向かって走ってくる姿が見えた。え?ばあちゃん足早え!という感じで見ていたら、すごい勢いで僕の方に走りながら、アキラ!その石、触っちゃいかん!こっち来い、アキラ!と叫んでいる。走ってきたばあちゃんは、あっという間に僕の手を掴んで、僕の体を抱き寄せた。おばあちゃん、体痛いよ、ちょっと離してよ、と言いながらもがいたら、間に合ったー、とばあちゃんの力が抜けていった。俺とばあちゃんはさっきの石の近くまで行って話し始めた。アキラ、さっきの石、その石だろ?ばあちゃんが指さす先には、確かにその石があった。その石、よーく見てみ。人の顔に見えんか?さっきまで全然気づかなかったけど、よく見ると、確かに凹凸が歪んだ人の顔に見えてきた。というか、確かに歪んだ顔。あれ?さっきは平べったかったはずなのに。アキラ、お前はその石に呼ばれたんよ。拾ってくれって、手にしてくれって。ばあちゃんが何を言っているのかわからなかった。けげんそうな表情をしていた僕を見て、ばあちゃんが続けた。その石はな、お石様って呼ばれるやつでな。漢字で書くとまだ習ってないかもしれんが、汚い心や思い、汚い意志と書いて、お石。または悪い心、悪い思い、悪い意志で、お石って書くんだ。触っちゃいかん、呪われた石なんよ。いつ誰が何のためにこんな汚れた石を作ったのかはわからんが、大雨が降った後とか、たまーにこうやって見つかるんよ。子供にこんな話していいかわからんが、おととし近所の家に大学生のお兄ちゃん来てたのを覚えてるだろ?夜中に救急車で運ばれたんじゃが、その晩亡くなったんよ。そのお兄ちゃんの家は都会だったから、葬式はこっちじゃやらんかったから知らんかもしれんが、そん時も、お石様触ったって言っとった。アキラが持ってかれんでほんとよかった。台所でカレー作っとったら、いきなり仏壇のおりんが鳴ったんじゃ。いつもの綺麗な音色じゃなく、悲鳴みたいになったんじゃ。誰もいないのにな。
すぐアキラが大変じゃって、なんかわからんがそう思って、心の中で叫んだんじゃ。どこにおるかなんてわからんはずなのに、呼ばれるように走り出したら、胸くそ悪い気配ですぐ気づいた。間に合ってよかったなぁ。と、なんだか怖い話をしてくれたけど、とにかく助けられたような気持ちにはなった。閉鎖的な田舎で、犬付き、動物付きもまだやっているような地域だったから、オカルト的な怖さは感じなかった。都会なら、この体験談を友達にするんだろうけど、田舎でこんな話はできない。当たり前のように、生活の一部にそういう慣習がある地域だと、家族以外にその手の話をするのははばかられる。それは何か企んでいる、誰かを呪おうとしている、と勘ぐられるからだ。ばあちゃんと家に帰ると、相手はわからないが、何人かの人に電話をしていた。一時間ぐらいしたら、おじいさんが軽トラで家に来た。すると、次々軽トラがやってきて、ものすごい勢いで、親父と二人のおじいさんが家に入ってきた。親父に叱られる、叩かれると思って歯を食いしばったら、もう大丈夫だ、と泣きながら抱きしめられた。そこでようやくことの重大さに気づいた。僕はかなりやばかったんだと。親父とおばあちゃんとおじいさん二人が軽トラ二台で出て行った。僕は残ったおじいさんと仏間に行き、仏壇とおじいさんの間に挟まれる形でおじいさんの前に座って、聞き慣れないお経なのか呪文なのかを唱えられた。まだそんなに時間は経っていないのに、軽トラの急ブレーキの音とともに帰ってきた大人たちは、僕と一緒にいたおじいさんに、大変なことになった。意志がなくなっとる。すぐ先生に連絡してくれ。と、すごい剣幕でまくし立てた。僕は怯えていた。自分のせいだと思った。それに気づいたのかおばあちゃんが、アキラは何も悪くない。大丈夫や。と、肩を優しく抱いてくれながら言った。おじいさんたちは、あとは俺らがやるから、ばあさんもおやっさんも、僕と一緒にいてやってくれ。なんかあったら電話くれ。と言って、三人とも軽トラでどこかへ走り去っていった。夕方、仕事から帰ってきた母ちゃんが、僕の顔を見るなり、ほっぺたを思いっきり叩いた。それと同時に僕を抱きしめ、泣いていた。母はすぐ仕事を抜け出し、自分は無力だからと、職場の近くにある大きめな神社で、お百度を踏んで、無事を願掛けしてくれたんだそうだ。親父からの電話が職場にあって、息子は無事だから大丈夫だって、同僚の人が神社まで迎えに来てくれたらしい。お百度の途中だったから、願掛けをお礼の気持ちに変えて、最後までお参りしてから帰ってきた。この話を聞いたとき、このことで初めて涙がこぼれた。その後、部活から帰ってきた兄は、今日のことを親父から聞いても興味がなさそうで、冗談半分で、お前はどんくさいからな、俺なら石をこう持って川ん中に、と兄の言葉が終わらないうちにばあちゃんにビンタされた。ばあちゃんのそんな行動はみんな初めて見たので、
ポカンとしてしまった。いつもニコニコして優しいおばあちゃんが、シャレにならない怖い表情で、無言で兄を睨んだ。罰が悪そうに、兄が謝った。その晩は食欲はなかったけど、おばあちゃんが作ってくれたカレーを家族全員で無言で食べていると電話が鳴った。親父が出て話をしている。途中でばあちゃんを呼んで何かを確認しながら話している。電話を切って食卓に戻ってきた親父は、一件落着だ、と大きな口を開けて笑った。ばあちゃんも笑いながら、ごめんごめん、忘れとった、と言った。話を聞いてみると、ばあちゃんが何人かに電話をして家に来たのは、親父とおじいさんが三人。電話をかけた相手を確認してみると、その時は動転していて忘れていたが、もう一人電話をかけた人がいたらしい。それが近くに住む本家のばあちゃんの姉だった。連絡を受けたばあちゃんの姉がすぐこちらに軽トラで向かったみたいで、でも途中で悪い気を感じてそのまま河原に行ったらしい。九段の意思はすぐに分かって一時的な封じをして軽トラに積んである場所に持って行って、始末をしたらしい。その場所は教えてもらえなかったけど、絶対この世に二度と現れない場所らしい。ばあちゃんの姉は田舎の本家の人間だから、家族、一族を守るため、若い頃からいろいろ修行をして、災いから守る力をつけているのだそうだ。翌日、ばあちゃんの姉のところと、駆けつけてくれたおじいさん三人のところに、おばあちゃんと母ちゃんの三人でお礼に行った。それからは、河原で石を拾うのはやめました。優しいばあちゃんに、シャレにならないくらい怖いビンタをさせたくないからです。そうらしい。今から20年ほど前、当時2、3歳だった私は、父、母と3人でマンションに住んでいました。何でもない穏やかな午後のあるひととき、家には私と母がおり、母は家事をしていました。もしくは、リビングでくつろいでいたのかもしれません。とにかく、いつも通り過ごしている、そんな母のもとへ、別室で遊んでいた私が、突然、廊下を大慌てで走ってきたそうです。つくや否や、母に飛びついて、とうらしが来た、と言って、怯え出す私。わけのわからない状況に困惑した母が、急にどうしたの?と聞いてみるも、とうらしが来た、とうらしが来た、と言って、廊下の向こうにある玄関の方を指さしながら、必死に隠れようとするばかりです。驚いた母が、とうらしって何なの?虎みたいなものか?どんな形してんの?と問いかけてみるも、違う、とうらし、の一点張り。来た、来た、と、まるで何かが刻々と近づいてくるかのように、母の背中に必死にすがるばかりでした。おそらくは、徐々にその恐慌状態は収まったんだと思います。
どうにか私を落ち着かせた後、とうらしという謎の言葉について聞いてみるのですが、全く正体はわかりません。虎でもなく、牛でもなく、とうらしが来たのだそうです。私自身、おぼろげながら何かに怯えていた記憶があるだけで、はっきりと覚えていませんが、このとうらしは、それからもたびたび来たようで、家にいるときや車に乗っているときでも、突然、とうらしが来たと言って怯え出すことがしばらくの間起こりました。成長するにつれて、いつの間にかそのとうらし現象は何事もなかったかのように収まったようで、こんなことがあってびっくりしたわ、という昔話として、家族の間では有名な話となりました。私自身も、まあ想像や空想が好きだったから、子供特有のいきなり怖くなるあれだろう、と考えており、また、そうよく聞かされて育ったため、特に怖いという感覚もなく、とうらしはとうらしとして、私たち家族の中でだけ概念を持った言葉、または話として存在していました。そして先日、友人たちと怖い話をしようという流れになって、何かないの？と聞かれた私は、怖いってのもちょっと違うけど、不思議な話。ということで、この話をしてみました。満場一致で、不思議、となった後、一人の友人が、ググってみたら？と提案しました。その発想はなかった、ということで、早速検索してみました。すると、あるにはあったのですが、東南アジアに自生しているハーブの名前のようで、特に意味はなさそうでした。まあ、ハーブということで、象徴的といえば象徴的かもな、などと話しながら、ページを進めると、一つだけ違う意味の言葉がありました。それは沖縄の宮古島の方言で、殺してやれというものでした。恐怖というよりは衝撃、驚愕といった感覚がものすごい熱量を持って私の全身を襲いました。というのも、私の父方の家系は沖縄のものなんです。言うなれば、私の中にも沖縄の血が流れているのですが、自分は愚か、父親たちでさえ沖縄にはほとんど行ったことがなく、ずっと関西で育ちました。ましてや、宮古島弁なんて全く聞いたことがありません。父親も、とうらしなんて聞いたことがないと言っていました。まあ、殺してやれというのも、相手を呪う言葉というよりは、しばくぞ、的な乱暴な言葉らしいのですが、全く記憶になく、自分も含め、誰も知らないはずの宮古島の言葉を、幼い自分が口走っていたのだと思うと、とても不思議な感じがします。自分の血に眠る潜在的な記憶、といえば大げさですが、農耕民族の血、アジアの血、日本人の血、そして沖縄の血、脈々と続く血、血縁ってなんかあるんだろうなと感じています。
偶然といえば偶然なんですが、なんだか不思議な体験でした。時期としては、確か暖かくなり始めた夏前ぐらいのことだったと思う。その日は遊んでいて帰宅したのが午後11時半頃だった。帰宅すると家族は寝ていたが、車庫に弟のバイクがなかったので出かけてるんだなぁと思っていた。それで、リビングで30分ぐらいテレビを見ていたら、弟が帰宅してリビングに入ってきた。ちらっとリビングの入り口を見て、テレビに目を向けたまま、お帰りと言っても弟の返事がない。弟の方を振り返ると、なんだか真っ青な顔をしていて、ちょっと兄貴、聞いてよ、とのこと。以下、弟視点でお話しします。その日は休みで暇だったし、バイクで走りに行くことにした。でも、バイク仲間も都合が悪く、予定が合わなかったため、一人で走りに行くことになった。場所は、自宅から国道で10分も走れば到着する近所の峠。その峠は夜景が綺麗だとこの辺では有名で、そこそこ遠いところのナンバーなんかもよく来ていた。で、みんなが目的地とする展望台を目標に坂道を走り出した。その途中に、展望台に行くまでの道で最後の自動販売機が並んでいるところがあって、そこによくバイク仲間が溜まっていたから、今日はいるかなぁなんて考えながらその道に差し掛かった時、目を疑った。その自販機の前のコーナーに差し掛かった時、その道の両脇に全損か、またはほぼそれに等しいくらいの損傷を受けた車が15台ほど止まっていた。あら、でっかい事故でもあったのかな、などと考え、バイク仲間もいなかったので、あまり深く考えず、その自販機の前を素通りした。そして、道は、その自販機を境くらいに民家も途絶え、峠道らしくなってから二つ目のコーナーに差し掛かった時、違和感を覚えた。確か次は左だったよな、と。でも思い違いかなと思って、さらにバイクを走らせた。でも、バイクを走らせていくうち、ますます違和感が増していく。というのも、最初の違和感を覚えたあたりから、どんどん霧は濃くなるし、道も峠道のはずなのに全然登っていないし、いつも曲がるはずの急なコーナーにも出くわさない。週末の夜なのに、ここまで車やバイクと一台もすれ違っていない。さらに極めつけは、いつもなら10分もかからず到着する展望台に15分走っても到着しない。なので、これはさすがにおかしいと思って引き返すことにした。すると10分も走らないうちに、霧も晴れて、いつの間にか見慣れたいつもの峠道に戻っていた。そして、
先ほどの車が両脇に停車しているコーナーに差し掛かろうとしたとき、そうだ、車があるんだ。だから道幅が狭いから減速して、などと考えていた。しかし、ほんの30分ほど前にそこにあったはずの車が一台もなくなっている。ここで一気に鳥肌が立って、今まで感じてきた違和感が確信へと変わった。急に得体の知れない恐怖に包まれ、全速力で帰宅した。と、弟から聞いた話です。よろしければお話を聞いてください。大きなお魚の話です。僕は幽霊は信じていません。自称幽霊が見える人も周囲にはいますが、人を騙しているようにしか思えないのです。もちろん全員がそうだとは思いません。しかし僕の祖母はその被害者の一人でした。母親が言うには、昔はお前も見てたんだよ、とのこと。最初の言葉と矛盾しますが、僕は小学生ぐらいまでは人形の幽霊のようなものを見ていたせいか、ひどく怖がりでもあります。しかし、妖怪は大人になった今でも見ます。なので、妖怪は少しだけ信じています。僕自身怖がりなので、あまり意識しないようにしています。それに、みそじにもなって、幽霊や妖怪が見えても、いいことなんて思い浮かばないです。本当に。僕の住まいは、関西の南の方です。山や海の自然も多いですが、ど田舎というほどではありません。自転車で少し走れば、上がれば山、下れば海、といった恵まれた環境です。特に包まれるような夕日がとても綺麗です。今回は霊山と言われている山でのお話となります。僕がまだ中学生の頃、動物の名前を冠した山がありました。歴史のある山のようで、子供に聞かせるようなお話もあるみたいです。子供の頃の僕たちは、友達の家でテレビゲームで遊んでから、エアガンを持って山に遊びに行くのが習慣でした。今思えば、山でエアガンで遊んでから、家でゲームをすればよかったんだと思いますが、おそらくはゲームで気分を高めたかったんでしょう。山で遊んだ人ならわかると思うのですが、山はとても暗いです。僕たちが1時間も遊べば、冬ならかなり暗くなります。その日は友達がかなり奥まで進んだせいか、戻る頃には、本当に真っ暗でした。一人だけ懐中電灯を持っていたので、その子の服をつかみながら、数珠つなぎのように下山していました。それで歩道まで戻ってきたのですが、友達が一人いないのです。最後尾を歩いていた友達が消えており、その子に服をつかまれていた友達が、え、ずっと掴んでたよ、あいつ。と言いました。みんなで顔を合わせ、誰が戻るかを空気感で決めていました。しかし、大体こういう時は僕なんです。当時の僕はかなり太っていて、よくからかわれていました。よく言えば頼りにされていたようですが、
僕含めてみんな臆病で、真っ暗な山に戻る勇気なんて一切ありません。行ってくる。結局は僕がこう言うのです。懐中電灯を持って山に戻り始めました。赤く大きな懐中電灯はその派手さに似合わず光源が弱かったのですが、山では精神的な支えとなりました。左手のエアガンも不思議と安心感がありました。どんどん進んでいくと立派な川があります。たまに僕たち以外にもそこへ釣りに来る人がいるようでした。川沿いはまだ整備されているのでそこを進んでいくと川の中に友達が立っていました。溺れるような水位ではありませんが、大人の膝ぐらいまではあります。おい、何してんだ？帰るぞ。僕が問いかけても、彼はピクリとも動きません。おい、おいってば。何度か友達に向かって叫びました。しびれを切らした僕は川まで近づきました。そこでも叫びましたが、友達は返事をしません。僕は意を決して川へ入り、友達のところまで小走りで向かいました。何やってんだよ、帰るぞ。話してるんだ。友達を見ると、じっと川の中を見ていました。川の中を懐中電灯で照らすと、とても大きな魚が泳いでいました。僕は恐怖しました。川ではよく友達と魚釣りをしていましたが、ここまで大きな魚を見たことがなかったからです。その魚は全身が真っ黒でした。ここでどっちかはいなきゃいけないんだ。友達はそう言うと、うつろな目で僕を見ました。帰ろうよ、みんな心配してるよ。僕は友達にそう言いました。彼に触れようとしたのですが、なぜか動いてはいけないと思いました。またその魚を追い払おうとも考えましたが、それをしてもいけないと感じました。置いて、いいね。突然友達がしゃがれた声でそう言うと、僕はポケットからお菓子を取り出しました。そして慌てて封を開けてお菓子を川の中へ落としました。その時何か吹っ切れました。僕は友達の腕を掴んで、全速力で来た道を引き返しました。山から抜け出すと、他の友達がみんな待っていました。彼らは僕の姿を見て驚いていました。靴は片方脱げ、腕を掴んでいた友達の服はビリビリに破れていました。後から川に入っていた友達に話を聞いてみると、女の人と話したような気がする、とのこと。本人は僕が腕を掴んだところまでは覚えていて、そこからは僕と一緒に山を出たところまで記憶がないようでした。この前、実家に帰省したとき、山に置いてきた靴とエアガンがゴミ箱に捨てられてありました。苔が生えていてどこか不気味でした。これがきっかけでこの話を思い出したんです。よくよく思い出せば僕がはっきりと不思議なものを見始めたのはあれがきっかけだったのかもしれません。
何かが出る、と評判の廃屋で、僕たちのグループの中でも一番気が強く、心霊現象を完全否定派である武田が夜一人で肝試しをすることになった。他愛ない雑談からいつの間にかそういう話になってしまったのだ。やめといた方がいいって、と僕たち四人は引き止めたが、武田は鼻で笑って、じゃあ必ず約束守れよ。俺が一人っきりで朝まであそこで過ごせたら、お前らは俺に2000円ずつ払う。もし俺が逃げ出したりズルをしたら、俺がお前ら全員に2000円ずつ払う。証拠のハンディカムはちゃんと回しとくから。こうして武田の肝試しは始まりました。と、位置はこの辺でいいか？映ってるよな。っていうわけで、一人肝試しの始まり。ああ、朝まで暇だな、しかし。携帯もパソコンもダメとは、自分で言い出したものの、ちょっと厳しい縛りだったかな。まあいいや。このままぼーっとしてるのもなんだからさ、一つ俺が、そう、幽霊なんか一切信じてないこの俺が、とっておきの怖い話をしてやるよ。お前らのこと、お前たち四人の話。お前ら、まだ気づいてないのか。違うだろ。本当はとっくに気づいてて、なのに知らないふりをしてるだけなんだよな。なあ、正直言うよ。俺は今怖くてたまらない。この廃屋が怖いわけじゃない。お前たちだ。お前たちの視線が。今こうしてお前たち四人に俺を見られていることが、怖くて怖くて死にそうだ。ずっと前から。どうやら賭けは俺の負けだな。ちゃんと払うよ、6000円。結局武田は僕たちにお金を払うことはなかった。ハンディカムの映像だけを残し、あの夜に廃屋から出た後、突然失踪したからだ。行方は未だ知れない。今でもたまに僕たち四人は武田の残した映像を見る。その度不可解な気分に囚われる。一体武田は僕たちの何がそんなに怖いのだろう。キャッシャ。僕の実家の小さな村では、女性が亡くなった時、お葬式の晩は村の男を10人集めて酒盛りをしながら、ろうそくや線香を絶やさず燃やし続けるという風習がある。ろうそくには決まった形があって、仏像を崩したような形を、その年の晩に抜擢された男のうち、最も若い者が彫る。また、家の水場や窓には、様々な魔除けの品を飾って、それらが外れないように見張る。また、晩人以外は、その夜、たとえ家族であっても、家の中に入ってはいけない。他にもいくつか細かい決まりはあるのだけど、これらは、キャッシャと呼ばれる魔物から、ご遺体を守るため、代々受け継がれている風習だった。16歳になった僕が、初めてその夜、晩に参加した時のこと。近所の新妻が若くして亡くなった。ろうそくを昼間のうちにじいちゃんに教えられた通り掘り上げて、夜更けには火を灯し宴会に入った。メンバーは若い者から中年、
年寄りまで様々で、僕以外は夜晩を経験しているものばかりだった。うちの家族からは僕と5つ年上の兄貴が参加した。宴会は粛々と進んで、子供の僕からしてもどう見ても気まずい雰囲気のまま時間だけが過ぎた。僕は酒を飲ませてもらえなかったためジュースでしのいでいたが、さすがに午前1時を回った頃、眠気には勝てず、洗面所へ顔を洗いに行った。ふと見ると、洗面所に2箇所あるうちの小さく目立たない方の窓に飾った魔除けが傾いていた。すべての窓の魔除けは1時間に1回、兄貴を含む若い者が見回っていたのだが、おそらくは面倒で、途中から厳密な確認を怠っていたのだろう。本来ならば見つけた瞬間、じいちゃんたちに報告して飾り直さなければならない。だけど面倒になって僕は自分で魔除けをまっすぐに直して放っておくことにした。見落としが原因で兄貴たちがじいさんたちに叱られるのを見たくないという思いもあった。席に戻って間もなく、ものすごい音で玄関を叩く音が聞こえた。驚いて数人で玄関へ向かうと、隣の家のおじさんが血相を変えてまくし立てた。キャッシャが出たぞ。俺の家の屋根から塀伝いに、この家に入ってったぞ。一瞬何を言ってるんだと呆れたが、じいさんたちは真っ赤になって、見回りを怠っていた兄貴たちを怒鳴りつけ、慌てて家中の確認へ向かった。玄関先に残ったのは僕と僕の先輩と兄貴の3人。隣の家のおじさんは、さも当然のように家に上がろうとしたが、兄貴が決まりを破るわけにはいかないとおじさんを止めた。おじさんは、そんなこと言ってる場合じゃないだろう。早く魔除けを直すんだ。入れなさい。と怒り出した。兄貴や先輩がなだめたが、おじさんは聞く耳を持たず、次第に、入れろ！うわぁ！と、規制を上げるようになった。しかし、おじさんの体は直立不動のままで、顔だけを歪めながら怒鳴っている。視線はうつろで、どこを見ているのかわからない。魔除けのことの後ろめたさもあって、これ以上決まりを破るわけにはいかないと、僕たちは全員同じことを考えていたと思う。とにかくものすごい声で怒鳴り続けるおじさんをなだめた。時間にして10分ぐらいだろうか。おじさんは大きくため息をついて、はぁ、もういい。と言って玄関の戸を閉めて去っていった。それとほぼ同時にじいさんたちが戻って、水場の魔除けの向きが変わっていたぞと僕たちを叱りつけた。みんなが集まったところで隣の家のおじさんの話をすると、全員顔面蒼白になって誰ともなく、キャッシャだ、キャッシャが出た、とつぶやいた。その晩は、明け方まで酒を飲むのをやめて、総出で厳重な見張りを続け、その後は何事もなく夜明けを迎えた。僕ははっきり言って生きた心地がしなかった。後日、隣の家のおじさんはその夜、突如風邪をひいて寝込んでしまい、
奥さんが夜遅くまで看病していたと聞いた。問題の時刻に奥さんはまだ看病を続けており、おじさんは確かに布団に横になっていた。外には一歩も出ていないとのこと。魔除けには厳密な飾り方があって、その作法も教わったはずなのに、僕はろくに聞いていなかったようだった。言い伝えでは、火や魔除けに不備があると、キャッシャが家に入り込み、遺体を盗みに来る。遺体を盗まれた家は、もう栄えることはないらしい。キャッシャと仲良くなってはいけない。キャッシャに気に入られると、自分が死んだ時、必ず家に来るのだとか。晩に参加したじいさんから、最後にキャッシャが出たのは、もう何十年も前のことだったと聞いた。そのじいさんの父親が、若い頃、キャッシャを見たそうだ。お前らの世代がそのような体たらくでは、村が滅びるぞ。と、こっぴどく叱られた。僕の身の回りで起きた唯一の恐怖体験です。変わったお隣さん。私が住んでいるマンションのお隣さんが少し変わっている。お隣さんは、おばあちゃん、お母さん、娘さんの三人暮らしだと思う。お父さんの姿は見たことがない。エレベーターに向かうとき、お隣さんの部屋の前を通るんだけど、時々部屋から段ボール箱をいくつか運び出している場面に出会うんだ。それも結構な頻度で。小さな段ボール、それはアマゾンで雑誌を頼んだ時ぐらいのサイズのもので、その箱を空中に浮かべて、横にそろりそろりと移動させて、部屋から運び出している。いつもお母さんとおばあちゃんが部屋の中にいて、娘さんが外でその箱を受け取るんだけど、どう考えても手で運んだ方が楽なのに、空中に浮かべて運んでいる。段ボール箱が本当に空中を滑っているんだ。最初は超能力と思ったけど、昼間から当たり前のようにやっていたし、挨拶をすれば向こうも普通に挨拶をしてくれるので、その時は、手品か何かの練習だろうと思っていた。今思い起こしてみると、箱を宙に浮かべて移動させるとき、上下の揺れは一切なかった。本当によどみなく横移動していた。ただ、速度が非常に遅かった。本当に亀が歩くみたいに。高さは、160センチの私の目か顎ぐらいの位置だった。あと、今思い返して不思議なのは、この空中移動をやっているとき、私以外の居住者を見たことがない。私は彼女たち家族の隣に住んでいたので、その時は違和感はなかったけど、同じマンションの住人がいるとき、空中移動しているのを見たことがなかった。あまり悪くは言いたくないけど、彼女たちは無表情というか、非常に肌が白くて、笑顔なんだけど、なんだかマネキンの笑顔みたいな印象だった。服装は普通だった。そんなある日の夕方、大学生ぐらいのお兄さんが私の家のインターフォンを鳴らした。何の用かと聞いてみると、例の
お隣さん一家が交通事故で亡くなったそうで、遺品整理に来た息子さんとのことだった。突然の話で驚いたが、詳しく聞くと、彼女たちが一家で車で移動中、追突事故で三人とも即死だったとか。ただ不思議だったのは、その息子さんがなぜ私に声をかけてきたのかということだった。どうやらその息子さんがマンションの管理人に遺品整理の話をしたところ、ご家族が私と非常に仲が良かった、というような話を聞いたらしく、挨拶と、もう長いこと家族と接してない息子さんだったので、最近の家族の話を聞きたい、という理由らしい。その時の会話の一部、私が、失礼ですが、今は大学生なんですか?と聞くと、はい、ちょっと言いづらいんですが、私が高校生の時、家族が変な宗教にはまってしまって、それに耐えられなくなって、逃げるように大学進学とともに家を飛び出したんです。ああ、だから長いこと連絡を取ってなかったんですね。ええ、そうなんです。ここに来たのは3年ぶりです。家族が亡くなったのに、暗い様子を見せない息子さんの態度は複雑なものがあった。そんな会話をしながら、私も息子さんと一緒にお隣さんのドアの前に出てきた。息子さんが、管理人から借りた鍵で、玄関のドアを開けた。部屋に入って本当にびっくりした。息子さんも驚いていた。部屋には DVD プレイヤーが入ったテレビ台と、その上にテレビ、そして部屋の真ん中に無造作に置かれた大きめの段ボールが一つ、それだけだった。段ボールの中には、こまごまとした雑貨類が入っていた。息子さんが首をかしげ、どうしてこんなに片付いてるんでしょうか。いえ、私もわからないです。お宅に上がったこともないので。そうですか。二人で部屋をくまなく見て回った。食器もなければ、椅子やテーブルなどの家具もない。まるで引っ越してきたばかりのような状態だった。もう探せるところといえば、部屋の中央に置かれた段ボールだけ。中を見てみると、テレビなどのケーブルのようなものや、封筒の中にはお金と手紙が入っていて、息子さんが横で読むのをちらっと見てみると、1万円以上のお札と手紙にはお礼の言葉と意味がわからない言葉が延々と書いてあった。太陽が無限のパワーを持っていてそれで世界を変えられるみたいな内容。息子さんはため息をついて3年前と何も変わってないと言った。その後、見つけた DVD をプレイヤーにセットして再生してみた。内容はやはり太陽のエネルギーは無限の力を秘めており、その力をコントロールすることで物を動かしたり時間を超えることができるといった内容だった。再生を始めて3分ぐらい経ってふと周りを見ると息子さんがいない。あれ?と思った瞬間。帰れ、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 帰れ。と、少年の声がすぐそばからした。横を振り向くと、知らない少年が部屋の隅で体育座りをして、
私の方をじろじろ見ながら、帰れ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 、と機械的に言っている。言いようのない恐怖を覚えて、私はすぐさま部屋を飛び出した。私の部屋は隣なので、戻るのも怖くて、すぐにマンションを出て近くのファミレスへ行った。そこで友達を呼んで、夜、友達と一緒に自分のマンションへ戻った。マンションの入り口で管理人さんに会った。話を聞くと、確かにお隣の息子さんは遺品整理には来たが、管理人さんは私の名前を出してないし、もう遺品整理を終えて息子さんは帰られたとのことだった。共通していたのは息子さんが全然悲しそうじゃなかったということくらい。これ以降変なことは起こってない。昨年の夏、バイトの帰り道で起きた話です。恐ろしい姿の幽霊は出てきませんが、私にとってはかなり怖い体験だったのでお話しします。その頃はまだ車の免許を持っておらず、自転車でせっせとバイト先まで通っていた。まだ若いとはいえ、授業の後に夜中までのバイトはなかなかきついものがある。繁盛している飲食店でバイト中も忙しく動きっぱなしだったのでなおさらのこと。仕事が終わればさっさと家路に着いていた。店を出て数分のところに地元でちょっとした噂になっている地下道があるんだけど、自宅までの最短ルートは、その地下道を通らなければならなかった。特に霊感があるわけでもないし、万が一何かを見たとしても、こんなくたくたなのに、わざわざ遠回りして帰るよりは全然マシ、と思って大して気にもせず、毎日その道から帰っていた。その地下道は結構な長さがあり、少し湾曲しているため、端と端の出入り口が見えない。年数も経ってそうだし、視界の悪さから起こる交通事故も時々あった。そんなだから余計怖い噂が立っていたんだと思う。ある日、いつもの終了時間より、だいぶ遅くなった時のこと。自転車に乗ろうとまたがると、前後のタイヤがパンクさせられていたことに気がついた。面倒くさかったけど、自転車を引いて帰ることにした。高い自転車だったし、さらにいたずらされるのが心配だったからだ。あまりの腹立たしさに、今から、あの長い地下道を通らなきゃいけないことなんて全く頭になかった。ただでさえ疲れてるのにこんな目に遭うなんて、などとぼやいているうち、いつの間にか周りの空気がじんわりと冷たくなっているのを感じた。夏の真っ盛り、夜中でも蒸し暑いはずが珍しいな。そう思っていると、どうやら地下道の入り口まで来ていたようだ。いつもは自転車でシャーッと突っ切るし、帰ってお風呂に入りたい一心で、いちいち空気の違いなんて気に留めていなかったけど、確かにここはひんやりしている。まあ一応地下だもんね、と、とことん鈍い私は中へ入っていった。毎日通っているけど、
歩いてみるとまた印象が違う。長い通路を真ん中あたりまで来たとき、対向側から自転車に乗った女の人が見えてきた。自分以外にもこんな深夜にこの地下道を普通に使う人がいるということに妙に安心した。なんだ、あそこは怖いよ、とか言ってみんな使ってるんじゃない。自転車の女性は通り過ぎる際、自転車を引きずる私を見て若干怪訝そうな顔をしたように思う。そりゃ真夜中にこんな地下道でずるずると自転車を押している人を見ればそんな顔にもなるだろう。私はちょっとだけ気分を害したけど、またゆっくりと歩き出した。それにしてもこの地下道、出口までこんなに長かったかな？そう思った瞬間、キーガシャー！何かがぶつかる音が地下道いっぱいに響いた。私が歩いてきた方向からのようだった。もしかして今さっきすれ違った女の人が惹かれたのかも。一瞬にして冷や汗がだーっと湧いてくる。私は自転車をその場に倒して慌てて来た道を戻った。火事場の馬鹿力じゃないけど相当速く走ったと思う。何かあったのなら助けなきゃと、それで頭がいっぱいだった。カーブしている道を戻って、私の目に飛び込んできたのは、空っぽの通路だった。何もない。そこには自動車も自転車も、私とすれ違った女の人も、とにかく何も、誰もいなかった。状況がつかめず、伽藍堂の地下道の中で、ただただ呆然とした。怖いというよりも、不思議でたまらなかった。疲れていたから、幻聴を聞いたのかな。そう思い直そうとしたけど、そう言い切るには、あまりにも生々しい衝突音だった。もちろん事故も何もなくてよかったんだけど、なんだか狐につままれたような変な感じ。それにしたってあの女性はどんだけ速いスピードで地下道を駆け抜けていったんだろう。私とすれ違ったばっかりなのに。でかい音も自転車の女性のこともいまいち腑に落ちなかった私。歩きながらだんだん怖くなってきた。自分の自転車を起こすと、今までより早足で出口に向かって歩き出し、やっと地下道の終わりから広い道路に出ようとした瞬間、髪の毛をぐんと引っ張られた気がした。お団子ヘアをしていたんだけど、その毛束ごと持っていかれるような強い力。うなじのあたりに、気味の悪い湿り気を感じた。私は後ろを一切振り向かず、とにかく早足で黙々と歩き続けた。鈍い私でも怖くて怖くてたまらなかった。家には無事たどり着いたが、今起きたことを冷静に考えてみても、やっぱり気のせいだとは思えなかった。その日の体験から私は地下道を避け、遠回りでも別の道を使うようになった。バイトを辞めた今、あの地下道に近づくことはありませんが、歩きではなく、たとえ車に乗っていたとしても、二度とあそこは通りたくありません。はっきりした霊体験ではない。
怪談話は昔から結構好きで、高校の頃など友達とかが泊まりに来たり、例えばそういう時とかはよくそんな話で盛り上がってキャーキャー楽しんでいた。でもだからといってなんだか妙な雰囲気になったこともない。楽しみながら怖がってそれで終わりみたいな感じだった。確か24歳の夏、夜11時頃だったと思う。私と親友の M は、M が当時好きだった男の子 S 君をよく行ってたファミレスに呼び出した。一人では勇気がないというので、私は M に付き合った。その後三人で結構盛り上がって、このままドライブへ行こうということになった。当然、私はおまけのようなものだから気を利かせてこの辺で帰ろうと思い、M にそう伝えたんだけど、M はまだ二人きりになるのは照れるからと私を引き止めた。そんなこんなで私もそのドライブに参加することとなった。海沿いの道を走りながら、やっぱ夏は怪談でしょ、ということで、一人ずつ怖い話を披露することになった。最初に S が話して、次に M。それまで私自身、何の異変も感じていなかった。わあ、怖い!とか言いながら、むしろ盛り上がっていたと思う。そして、いよいよ私の番。この話はね、中学校の時の、その瞬間、私はストンと気分が悪くなった。いきなり吐きそうなくらいだった。胸がムカムカして、めまいがして、頭痛がした。何の前触れもなく、いきなりだった。自分でもこれはただの車酔いではないと思った。何かもっと嫌なものだと。それでどうしても我慢できなくなって、S に車を止めてほしいと言ったのに、S は、もうちょっと我慢して、と、そのまま走り続ける。5分ぐらいして、私はたまらなくなって、お願い、止めて!と叫んだとき、ようやく車が止まった。転がるように車から降りて、道端の草むらにしゃがみ込んだ。吐きそうだけど吐けないし、頭はじんじん痛むし、泣きそうだった。どこからともなく野良猫が、なぁ、なぁ、泣きながら私に向かって寄ってきた。単なる猫なんだけど、夜で猫の目は妙に光っているし、なんでいきなり三匹も寄ってくるの?と妙に怖かった。それまで心配そうに私を見ていた M がいきなり私の背中をバンバン叩き、なんだかお祓いの真似事のようなことをした。後で聞くとテレビで見たものを見よう見真似でやったことらしいけど、私はその瞬間またストンと気分が治った。不思議なぐらいすっきりしていた。見れば猫なんかどこにもいなかった。結局その時の出来事が幽霊関係のことか階段に入り込みすぎて、いわゆる自己暗示的なものにかかってしまっていたのかは不明です。ただ帰りの道すがら S に、私が気分が悪くなった時すぐ車を止めてくれなかったのはなんでかと聞いてみると、なんとなく、と、妙に歯切れの悪い言葉を言われたことと、気分が悪い私に、M が真似事にしろお祓いをしたのはなぜだろうと今でも思う。ひょっとしたら、S も M も何かを感じていたのかも、何かを呼んでしまったのかもと思う。
特に何があったわけでもないので、その後 M とこの時のことを詳しく語ったりすることもなかった。